E タイプはイギリスの高級車メーカージャガーが1961年から1975年にかけて販売したスポーツカーであるジャガー XK シリーズに代わってジャガーのスポーツ GT ラインナップを担う車として開発され1961年にジュネーブ賞にて発表されたそれまで C タイプや D タイプのレースでの活躍によりスポーティなイメージが強まっていたジャガーは そのイメージを利用するため XK の後継者に XK の名称を用いずレーシングカーとしてのつながりを示す E タイプという名称を用いた幽霊なデザインと卓越した性能。それでいてライバル車よりも安価で E タイプは大きな人気を博し特にアメリカでは大ヒットとなった。その空力を意識したデザインはマルコム・セイヤーによるものである。エンジンは 当初 3781cc の直列6、気筒 DOHC で、後に 4235cc へと排気量が引き上げられ、最終的には 5343cc の V 型12、気筒、サイチェシーが搭載された。当初は4速 MT のみだったが、途中からは3速 AT を選べるようになった。ボディは全モデルを通じて、モノコックとチューブラーフレームが併用されていた。 後年は主に最大のマーケットであったアメリカの安全基準を満たすためシリーズ2シリーズ3へとモデルチェンジを行ったが当初の美しいデザインは次第にスポイルされていった E タイプはその14年の歴史の中で大きなモデルチェンジを3回言ったそれに応じシリーズ1からシリーズ3の名称が与えられているシリーズ1の時代にはマイナーチェンジを2回行っているここでは その計5回のモデルチェンジごとに、それぞれのモデルの特徴について触れていく。1960年のルーマン24時間レースに E2A という車両が、ブリークスカニンガムチームからダンガーニー、ウォルトハンス元組で出場。最高速度は時速 247km に達し、序盤には一時3位を走行して、注目を集めた。この車両は、当時 D タイプに変わる。 新しいスポーツカーの開発を進めていたジャガーが製作したプロトタイプであったがトラブルが重なり10時間で85周目にリタイアした。これの生産型が E タイプとして1961年にデビューすることとなった。シリーズ1クーペ1961年ジュネーブショーにて花々しいデビューを飾った E タイプは美しいボディラインのみならず当時としては 夢のような最高速度時速 240km を標榜し、人々の憧れの的となった。ボディはオープン2シーターとクーペの2つから選ぶことができた。前者はロードスターの名で呼ばれることが一般的である。エンジンは内径ファイ 87mm 固定 107mm で 3781cc 圧縮比9.0。 直列6気筒 DOHC の XK エンジンに3連 SU キャブレターを搭載しも姿勢の4速 MT の組み合わせで 265HP5500RPM36.0KgM4000RPM と発表されたが同様のエンジンを積むジャガーマーク -2 がツインキャブではあるものの 220HP5500RPM であるところから現在では疑問視されている ブレーキはダンロップ製のディスクブレーキ、サスペンションは四輪独立喧嘩を採用していた。なおこの形式は XJ シリーズにも踏襲され、少しずつ形を変えながら1990年代まで生きながらえた。ステアリングはラックオピニオンであった。車輪はワイヤーホイールが標準で用意されていた。このモデルにおいては容量不足のブレーキと古い設計で一足がノンシンクロであった。 モッス製トランスミッションが不評を買った。また内装においては、グランツーリスモとしては、不十分なバケットシート、またセンターコンソールの欠如が、顧客の不満を招いたようである。ジャガーとしては、新たな試みで美しく、スポーティではあった内装のアルミニウム製パネルも、高級感という点においては、今一つであった。最初期のモデルには、通称、フラットフロアと呼ばれるモデルが存在する。これは、 運転席床パネルが文字通りフラットなモデルで発売開始から1年も作られていないためマニアの間ではかなりの希少価値があるとされている。しかし実際は運転の際にペダル操作がしにくいため敬遠する向きもあるようだ。これ以降のモデルはフットウェルが設けられフロアは若干下に飛び出ることとなり外観からも見分けることが可能である。 シリーズ14.2ロードスター1964年10月にシリーズ1はマイナーチェンジを受けた。主な変更点はエンジン、トランスミッション、内装、そしてブレーキである。しかし見た目にはほぼ何も変わっていなかった。エンジンは内径ファイ 92.1mm 工程 106mm で 4235cc へと排気量を引き上げられた。 最大出力こそ 265HP5400RPM であったが最大トルクは 39.1KgM4000RPM と大幅に向上し扱いやすくなった。キャブレターにも若干の変更があり、排気マニホールドも若干の変更を受けた。モッセイトランスミッションは自社製のフルシンクロ4足 m t へと換装され、素早いシフト操作が可能となった。 ブレーキはダンロップ製からロッキード製へと変わり、パフォーマンスは若干向上した。見た目に最も変わったのは内装である。シート形状は見直され、薄いバケットシートからたっぷりとしたクッションの容量を持ったシートへと変更された。また内装に使われていたアルミパネルは姿を消し、センターパネルは黒のビニールで覆われたコンソールボックス兼肘掛けも設置された。 いずれもグランドツアラーにふさわしい変更であり、快適性は飛躍的に向上した。元来、ロードスターでは、トランクリットに、クーペではテールゲートに設置されていた、ジャガーのエンブレムに加え、そのエンブレムの上に、E タイプ、下には4.2のエンブレムが追加された。なお1966年の巡礼武将で2プラス2が、デビューし、ロードスター、クーペと、併売された。これは、 二人のりクーペのホイールベースを伸ばし、さらにルーフラインを高くすることによってプラス2の鉱石を稼ぎ出したモデルである。このモデルはホイールベースの延長によりドライブトレーンを搭載するスペースにゆとりができたため、四足 MT に加えてボルグワーナー製三足 AT を選択できるようになった。このモデルは鉱石と AT によりさらに実用性が高まり、 さらなる顧客を増やすことに貢献した。シリーズ1クーペ1967年から1968年にかけて1年弱の間にシリーズ1はアメリカ連邦安全基準に適合させるための変更を徐々にいった。このモデルは正式にはシリーズ1なのであるがシリーズ2との共通点が数多くあるため、後年マニアより中間のモデルとして シリーズ1と呼ばれるようになっている。国外向けと国内向けで変更点が異なったり、1年弱かけて少しずつ変更したため様々な仕様があり、一概にいつどのような変更が行われたのかを説明することは専門家にも難しい。外観において最も大きく変更を受けたのは、全消灯であり、ボディラインに溶け込むようなデザインを生んでいたガラスカバーが取り除かれた。 ホイールのスピンナーは耳がなくなったためホイールの取り外しのためにはアダプターが必要になった。またアルミのポリッシュ仕上げの美しいエンジンのヘッドカバーは黒とシルバーに塗装されたものへと切り替えられた。内装、伝送品に関してはハザードスイッチが新設されたこととスイッチがトグル式からロッカー式に切り替えられたことが主な変更点である。 シリーズ2ロードスターシリーズ2クーペ1968年10月に E タイプはシリーズ2へと進化した。外観の変更は主にアメリカ連邦安全基準に合わせたためだったが、機能上の問題から変更された部分もあった。現在デザイン面においてあまり人気がないことは否めないが、しかし最も実用に耐える E タイプである。変更点は多岐にわたりシリーズ1に存在した。 様々な欠点が払拭されている。このモデルチェンジで最も目立つ変更点は、東火類である。全消灯のカバーは、シリーズ1と同様取り去られ、明度を確保するために全消灯ユニット自体が、前進した。全消灯ユニットの上からボンネットに沿って、クロームメッキのラインが追加されている。フロントの方向指示器及びリアのブレーキランプと、方向指示器はそれぞれバンパーの下へと場所を移し、 それぞれ大型化された。ボディ関係では、バンパーの形状及び位置が見直された。リア、フロントともに大型化され、リアバンパーは位置が上げられた。フロントバンパーの中央部、ラジエーターグリルの前には1本太いバーが通され、ジャガーのマークはその上に移動された。ラジエーターグリル自体も大型化され、冷却効率が上がった。特徴的であった3本のワイパーは、一般的な2本に改められた。 ブレーキはロッキード製からガーリング製に変えられ、制動力が飛躍的に上がった。ホイールのスピンダーのお耳はシリーズ1と同様、歩行者を引っ掛けないようにという目的からなくなり、ホイールを外す時にはアダプターが必要になった。内装においてはシートがリクライニングになり、ヘッドレストがオプションで選べるようになった。スイッチ類はシリーズ1で採用となったロッカー式が引き続き、 採用された。エンジンはシリーズ1から引き続き使われた直列6気筒の 4235cc であるがシリーズ1で触れたようにエンジンのカムカバーが美しいポリッシュ仕上げではなくなり黒とシルバーに塗装されたものへと変えられた。ヨーロッパ仕様は SU の3連キャブレターを採用していたがアメリカ仕様では排気ガス規制への対策からゼニスストロンバーグ製。 キャブレター2機を搭載することを余儀なくされ、パフォーマンスはかなり低下した。一方、ラジエーターは容量がアップし、オーバーヒートの心配がなくなった。特に暑い国では、ラジエーターグリルの大型化と、相まってかなり信頼性が向上した。トランスミッションもシリーズ1の 4235cc と同様である。ボディタイプは引き続き、ロードスター、クーペ2、2プラス2の3種から選べた。 2プラス2はフロントガラスの形状がが見直され傾斜がかなり強まったシリーズ3ロードスターシリーズ3にプラス2シリーズ2の生産が終わってしばらく後の1971年10月シリーズ3は発売を開始したアメリカの安全基準に適合させるためキャブレターはゼニスストロンバーグ175セデスを変バンク2機ずつ備え 272HP 5850rpm 42.0kgm 3600rpm アルミブロックを採用したため6気筒と比べても重量増はわずかに止まり最高速度は時速2 2 7 k m 0 6 0アワー加速は6.9秒を記録したこのエンジンはまさにシルキースムーズな素晴らしいエンジンでありその後 XJ サルーニや後継モデルである XJS にも搭載されて改良を受けながら20年以上も生産された。もちろんジャガーの伝統通り新型エンジンは最初に生産規模の少ないスポーツモデルに搭載し市場へのテストベンチとするという役割もシリーズ3話になっていた。当初ジャガーはレーシングプロトタイプである XJ13 に搭載した。 ツインカムの5.0リットル V 型12、気筒エンジンをデチューンして、新たな E タイプに搭載しようと考えていたようだ。しかし量産するには、機構が複雑すぎることも、さることながら、何より、ツインカムのヘッドが E タイプの狭いエンジンベイに収まらないことから、採用は見送られ、代わりにシングルカムの V 型12気筒エンジンを搭載することとなった。ボディタイプはクーペが廃止され、 ロードスターと2プラス2の2タイプのみとなった。ロードスターも2プラス2の車種を使っていたため、ホイールベースはかなり延長された。その結果ロードスターのラゲッジスペースは拡大され、また従来は2プラス2でしか選べなかった。ボルグワーナー製の3足 AT が、ロードスターでも選べるようになった。従来通りいずれのモデルにも自社製4足 MT も用意された。外装は大きく、手直しを受け、 シリーズ1のシンプルな美しさはなくなったが、代わりに迫力と豪華さを備えていた。フロントにはメッキの格子状グリルがついた。その横のバンパーにはアメリカの基準に合わせるべくつけられた不格好なオーバーライダーが付けられていた。重量増に対応するためタイヤは太くなったが、それを飲み込むためにホイールアーチには前後ともフレアが付けられた。前照灯には車服灯が組み込まれたが、 それ以外、投下類は大きな変更を受けず、方向指示器も、後部の投下類もそのまま、シリーズ2のものが用いられた。室内ではシートが新設計のものとなった。ヘッドレストは国によって義務付けられたり、オプション扱いになったりした。ステアリングは、ウッドステアリングが廃止になり、代わりに皮巻きのものが取り付けられた。その他の変更点としては、パワーステアリングが付いたこと、ブレーキのディスクが、 通風式になったこと、ノーマルの車輪がワイヤーからメッキカバーのついたスチールホイールへと変更されたことなどが挙げられる。サスペンションも若干の変更を受けた。これらの変更を受け大きく姿を変えたいいタイプであるがしかしこの時点ですでにかなり球体化しており、素晴らしい新型エンジンはむしろその球体化した車種を目立たせてしまう結果となった。折しも当時は オイルショックの真っただ中であり、時代がスポーツカーには全くの逆風だった。さらに悪いことにはこの時すでにブリティッシュレーランド参加に入っていたジャガーの自動車の品質はかなり落ちており、最大のマーケットであるアメリカにおいてよく壊れる車とのレッテルを貼られる羽目に陥ってしまった。これらのことからシリーズ3は失敗作だとするマニアの声は多いようであるが何者とも比較せず、 シリーズ3だけを見れば、これは未だに素晴らしいパフォーマンスを誇る美しい車であると言える。2プラス2クーペは1973年末、ロードスターは1975年2月に製造中止となった。なお、最後の50代にはライオンズのサインが入ったゴールドのプレートが助手席のパネルに貼られている。50代のうち49代は特別色のブラックで塗られてラインオフした。 最後の1台はジャガーヘリテッジトラストに展示されている。ライトウェイトジャガーは D タイプでルマン24時間レースを制してスポーティなイメージを高めることに成功したが D タイプがあまりにルマン24時間レースにのみ的を絞ったチューニングだったため他のコースでは思ったほどの成績が上げられずプライベーターへの売り上げは伸び悩んでいた。 さらにレギュレーションの変更などで出場できる機会の減った D タイプは過剰在庫となってしまった。打開策として発表された D タイプのロードゴーイングバージョンたるべき XKSS はジャガーのコベントリー工場が1957年を大火事に見舞われたためごく少数が作られたのみに止まり、ジグが失われたためで再生産も不可能となってしまった。この時点で ライオンズ会長はレースへの情熱をすっかり失ってしまっており、ジャガーがワークスとしてレースに参戦することに関してかなり消極的であった。一方、ジャガー社内でレース活動を支えてきたロフティ・イングランドやウィリアムズ・ヘインズらはプライベーターへの後押しという形でレースに参戦することを考えていた。そこで E タイプの生産が始まると市販車はまず上顧客と、 レーシングドライバーに割り当てられ、結果イ、e、タイプはプライベーターの車両としてレースに数多く出場し始めた。発表の1ヶ月後にはすでにオールトンサーキットでのレースに2台が出場し、フェラーリやアストンマーティンといった競争相手を寄せ付けず、グラハムヒルのドライブで優勝、その性能の高さを示した。プライベーターがレースに参加して得られた情報をもとに、ジャガーは プライベーターに向けた特別な E タイプを開発し始める。これがまず最初に登場したロードラッグクーペであった。このモデルは戦闘力を高めるためにマルコムセイヤが E タイプ開発の途中で考えていた別のデザイン案を用い、さらに空力を追求していた。当初に作られた一台は軽量化のための丸に比べて薄い後半を使ってパネルを作られた。 しかしこのモデルが完成した後、アルミニウム製ボディでもホモロゲーションを得られることが分かると、この高性ボディの1台は、しばらくの間ファクトリーで眠ることとなり、後に売却された。ロードラッククーペは3台が作られたが、残りの2台は蒸気の理由により、アルミニウムボディである。エンジンは圧縮品を高めた 4235cc エンジンに、ルーカス製インジェクションを用い、 300HP 以上を発生していた。1962年に入り、フェラーリ 250GTO がホモロゲーションを取得して、レースに参戦し始めると、その高い戦闘力の前に、プライベーターの E タイプは優位性を失い、請求にフェラーリに勝てる車を開発する必要に迫られた。例えば1962年のルマン24時間レースでは、ブリークスカニンガム。 ロイ・サルバドーリ組のフィクスドヘッドクーペ10号車が総合4位、GT クラス3位、ピーター・サージェント、ピーター・ラムスデン組のモディファイドクーペ9号車が総合5位、GT クラス4位を記録したが、これらはフェラーリ 250GTO よりご順であった。アルミニウムボディでホモロゲーションが得られることがわかると、ジャガーはボディパネルをアルミニウムで作成し、エンジンや足回りをチューニングした。 E タイプライトウェイトを発売することにした。ボディパネルは、アビーパネルズに注文し、それを組み立てることとなった。エンジンは、ロードラッククーペと、同様ルーカスのインジェクションを備え、これもアルミニウム製となった、XK3.8 リットルエンジンは 300HP 以上を発揮、車重は 920kg に抑えられており、このスペックは、数字の上では、フェラーリ 250GTO を上回った。 1> 計1 2台のライトウェイトが作られて1963年からレースに出場し、また同様のスペックで、高性ボディのセミライトウェイトモデルも別に2台作られたが、これらのモデルは C タイプや D タイプほどの目覚ましい活躍はできず、1963年のセブリング12時間レースで7、8位、1963年のルマン24時間レースに、 ブリークスカニンガムチームから3台が出場しうち、ブリークスカニンガム、ボブグロス番組15号車が総合9位、4リットルクラス優勝をした程度である。2014年8月、ジャガーランドローバーのスペシャルオペレーションチームが6台の E タイプを復刻した。ありがとうございます。